狩猟の獲物、野菜と果物のある生物は17世紀のスペインの修道士画家フアン・サンチェス・コターンによる絵画である。画家が残した数点しか現存しない生物画のうちの一点であり、現在マドリードのプラド美術館に所蔵されている。1602年の制作年度が記載された、この作品は現存する最古のスペインの生物画であると考えられている。 左側からの強い光を浴びて棚に配置された鳥、野菜、果物が黒い背景から浮かび上がっている。見事な写実技法で細部まで描かれた日常的な食材が光の効果による質感と共に厳粛性を帯び品格を与えられている。右端の朝鮮鮮鮮の曲線と食器と棚の直線の対比による構図への配慮も目を引く。複雑な構図を持つ作品であるが、 この作品以降、画家の生物画は、モチーフの数を徐々に減らし、より簡素なものとなっていく。前景に、食器と棚を置き、背景を、黒一色の闇にするフアン・サンチェス・コターンの生物画の、様式は、これ以降の、ボデゴンと呼ばれる、スペイン生物画の基本的な形式を確立した。プラド美術館、ガイドブック、2009年刊行、66から67校、 参照 ISBN978 から84848018942021年5月1日閲覧。ありがとうございます。